い、皆さんこんにちは。大根ファミリーのトシ、ナシ、ママです。イエイ。イエイ。今日はですね、仙南ロングパークに来ております。ちょっと見ますね。こんな感じです。この先は海ですね。なんかいろいろ皆さん遊んでおりますが、ここでですね、ワンちゃんと一緒に食べれるランチとか無料ドッグランとかいろいろあるので、ちょっとみんなと一緒に行ってきたいと思います。イエイ。はい、それでは、あれ、ナシちゃんがいない。いた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 。はい、ここはワンちゃんと一緒に来てもいいとこなんですよ。じゃじゃん、海が、今日はちょっと天気があれですけどね、海沿いお散歩気持ちいいですよ。お昼ランチですね。ランチはここでやりたいと思います。テラス席があってチョコも一緒にね、ランチ食べていきたいと思います。はい、ママは和風ハンバーグ、彩り野菜ですね。で、ドッシュちゃんが煮込みハンバーグ、美味しそう。そしてなんとドッシュちゃんが、何これ、ナシちゃんか、ナシちゃんがローストビーフ丼、美味しそう。見て、おいしそう。卵、はい、じゃあ食べていきます。はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。あ、煮込みハンバーグ、めおいしそう。なんとれ、おいしそう。おいおいしい？うん、デミグラスソースが味が良い。口の中に野菜、そこのね、横のドレッシング多分かけるんだと思うよ。そう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 、おーしゃれー、おしゃれー。うわー、たまらんねー。いいねー。レンコンチップ食べます。レンコンチップ美味しいよね。なんそれ、レンコンチップ。手にお米ついてる。ん、どうした、手にお米ついてる。反対反対。みんなに笑われてる。海をバックにお昼ランチ、いいね、気持ちいいね。うん、イエー。じゃあ次、ナシちゃん。え、これってどうやって食べるの。それね、多分ね、その卵をさ、うん、スプーンで潰すんじゃない。あ、お箸でもいいけど、これ、こっちの箸です。うん、おお。マスク取らないと食べれないよ。マスク汚れちゃうよ。はい、5回食べた方がいいんかな。それ潰して食べたらいいやん。あ、その下にお米があるからさ、うん、それたっぷりでいいね。そのスープ、お箸じゃない。え、あ、うん、あ固まってる。そこ置いとき、ここら辺に置いといて、うん、置いといて。お箸の方が最初ね、最初そっちの方がいいんじゃない。ポキッと割ろう。ほな、割れた。いい感じ。地味な箸。はい。あ、おお、大きいね。ご飯や。うん、食べて食べて。いやいやいや、お肉食べてよ。お肉、お肉。うそ。おいしい。おいしい。下お米。おー、いい感じですね。じゃあ、海をバックに食べていきますか。うん、はい、うまっ。ママも和風ハンバーグ美味しくいただいていきたいと思います。はい、じゃあママは和風ハンバーグに
かけてですね、なおかつサラダにもドレッシングかけて食べていきたいと思います。いただきます。ここでメニューを注文してお金を払って、で呼ばれたら取りに行くっていうシステムです。メニューはこんな感じ。ここはね、無料で使えるドッグランです。僕なんか観察してる。観察してる？ツツンって言って走って。走ってごらん。ナシが走ってみ。ちょこーって言ってナシ走ってみ。女子行ってみて、女子に反応するか。じゃあ、いや反応せへん。ちょこーん。あ、お友達と遭遇。おいただかん、おいじめたらあかんで。匂いかけたいねんな、お友達かどうかの確認。このドッグランの向こうでは、ちっちゃい子どもたちがね、噴水のお水で水遊びなんかもしちゃってます。楽しそう。チョコに気持ちがつける。そしてニーニーは走ってます。いいね。ナシは行けへんの？ニーニーとこ。笑顔、めっちゃ笑顔です。ねえ、ニーヤ。え？美味しかったご飯。うん。こっち向いて。何食べてた、ナシちゃん。ローストビーフ丼。おー、美味しかった？うん。よかったね。完、うん、食できた。なんて？完食できた。完食できた？うん。ニーニーなんかボッチみたいやな。ニーニー歩くの早いね。だって歩くの早いから。あ、走る。チョコ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 も待ってくれない。チョちゃん。待って。行っちゃった。展望台かな。でこれ。すごいかもな。うん。今日一日仙南ロングパークで遊んでみました。イエイ。イエイイね。イエイイエイ。ランチして。はい。お散歩して。ドッグランで走って。楽しいね。うん、海海ね。海見て、うん、すっごいね、癒される日だったと思います。うん、ね、ちょっとどんどん近いね、ナシちゃんね。
そして海ではいろいろね、マリンスポーツがもう始まってますね。季節ですね。季節ですね。海で遊ぶことね。さっきからね、ジェットをやってる人も結構いたし、あっちの方ではね、もう海でね、遊んでる人たちも結構たくさんいてます。いてます。いてますですね。で、チョコは重たいです。ウォウォウ。はい、なんちゃん今日どうでしたか？楽しかった。楽しかった、うん、あそこで水遊びやってんの入ればよかったね。人多かったからちょっと今日はやめたけど、うん、ね、どうしちゃんは楽しかった。何が楽しかった？海のところ行ったとき。海？海のところ。理由は、うん、綺麗な海と黄昏れた。黄昏れた、うん、楽しかったね。風が良かった、うん、そう、ランチを食べ終わった後もちょっと座っていろいろお話できたよね、うん、気持ちよかったし、うん、すごい楽しかったなって思います。はい、チョコ画面。うん、チョコ画面。チョコ久しぶりの動画撮影です。あ、そんなことないよね。あ、そっか、和歌山行ったもんね、うん、あ、私がいなかっただけや。そうですよ、そうですよ。チョコちゃん最近よく出てますよ。活躍中ですわ。ちょっともうそろそろトリミングに行きたいなと思っております。イエイイエイイエイ。はい、ということで今日はセンナロングパークを紹介していきましたが、はい、皆さんもちょっと気になるなと思う方がいたらワンちゃんと一緒にね来てみるのも、うん、楽しいんじゃないかなと思います。無料のドッグラン付きです。そうそうそう、ドッグラン無料なんだよね、あそこ。そう、あと海もあってね、うんうん、でワンちゃんもねたくさん連れてきてる人たくさんいたので、大きい犬からちっちゃい犬から、そう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 、大きい普通の犬、ね、いっぱいねいたから、うん、あの気を使わずねワンちゃん連れてきても大丈夫かなと思います。イエス。ということで今日の動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、高評価、拡散とコメントよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。バイバーイ。バイバーイ。ちーちゃんバイバイして。バイバイ。バイバイ。じゃあね。バイバイ。バイバイ。